バーボンストリートのサイン地図、バーボンストリートはアメリカ合衆国ルイジアナ州ニューオーリンズのフレンチクオーターを横切る著名で歴史的な通りの名称である。1718年にニューオーリンズ市が設立された当時は市はフレンチクオーターの周辺地域に限定されていた。以降、ニューオーリンズ市は拡張されていったが現在もフレンチクオーターが 文化的な中心地であることに変わりはなく、中でもバーボンストリートは観光名所として知られている。バーボンストリートの中でも最も人々がよく、訪れるのはアッパーバーボンストリートと称される、カナルストリートに近い8ブロックにわたる地域で観光名所が集中している。バーボンストリートはカナルストリートより始まり、大まかにユートミシシッピ川と並行して、 フレンチクォーターを横切る形で伸びている。フレンチクォーターを抜けて、ホーバーグ、マルニー地区へ入り、ポージャーストリートに、名前が変わったところで終わっている。バーボンストリートの名前は、ニューオーリンズ市が設立された当時、フランスを支配していた、フランスの王族、ブルボン家に由来している。バーボンストリートには、多くのバー、レストラン、ストリップ小屋、土産物店が軒を連ねる。 フレンチクオーター内のストリップ小屋の多くは、アッパーバーボン地域に店を構えている。その中には、リックス・キャバレー、テンプテーションズ、ラリー・フリンツ・ベアリー・リーガル・クラブなどがある。もう少し中心に入っていくと、ジョニー・ホワイツ、パット・オブライエンズ、フェイマス・ドア、ラズー、キャッツ・ミア・アオなどの有名なバーが多く立ち並んでいる。セント・アン・ストリートとの交差点から、北東方面の数ブロックは、 ニューオーリンズのゲイコミュニティが活況を呈している。ニューオーリンズ最大のゲイのナイトクラブ、バーボンパブやオズなどが存在する。カフェラフィート・イン・エグザイルは米国で最も古いゲイバーとして知られており、長きにわたる興味深い歴史を有している。ニューオーリンズの最も有名なマルディグラのイベント、バーボン・ストリート・アワードはかつてこのバーが主催していた。デュメーン・ストリートからポージャー・ストリートまでの地域では、 バーボンストリートは主に住宅街であり、地元民が通う商店も点在している。バーボンストリートには、非常に人気のあるバー、ジャンナ・ラフィッツ・ブラックスミスショップもある。バーボンストリートは、日中は、その大部分は静かだが、夜になると活気を取り戻す。フレンチクォーターで行われる多くのフェスティバルの、期間中は特に賑にわいを見せる。その中には、恒例のマルディグラがあり、この時には、 バーボンストリートは多数の観光客で溢れる。フレンチクォーターにはアルコール飲料規制が存在しないため、ハリケーンカクテル、ハンドグレネード、ビッグマスビアなどを飲みながら歩く観光客で賑わっている。バーボンストリートが会場となる。その他のフェスティバル、イベントにはフレンチクォーターフェスティバル、サザンデカデンスなどがある。バーボンストリートの古く人気のあるレストランの一つは、 1905年開店のガラトアーズである。中に入るために通り沿いに並ぶ客の長蛇の列で知られている。特に金曜日は列が長い。ニューオーリンズフレンチクォーターヒストリーハットゴラトアー、エスレストランヒストリー。ありがとうございます。